虫送りの人形、富山県南都市由来。1978年の作、国立民族学博物館所蔵。虫送りは、日本の伝統行事の一つ。農村において、農作物につく害虫を駆除、駆逐し、その年の豊作を祈願する、充実的行事である。虫追いなど数多くの別名がある。虫による害は、不幸な死を遂げてしまった人の怨霊と考える。 五霊信仰に関係した害のあるものを外に追い出す呪いの一つである。神社で行われる神の片白に穢れを移す風習との共通性が見られる。春から夏にかけての頃、夜間松明を焚いて行う。また、藁人形を作って悪霊にかたどり、害虫をくくりつけて、金や太鼓を叩きながら行列して、村境に行き、川などに流すことが行われる地域もある。 地域によっては、七夕行事と関連をもって行われる。平家物語でも知られる、平安時代末期の平氏武将、斉藤サ盛は、篠原の戦いのさなか、乗っていた馬型の田舎部につまずいて倒れたところを、源氏法の敵兵につけ込まれ、撃ち取られてしまったため、その恨みゆえに、稲虫と化して、稲を食い荒らすようになったという言い伝えが古くから存在した。そのため、稲虫は、 サネモリ虫とも呼ばれ、種として、西日本では、サネモリの霊を鎮めて、稲虫を退散させるという由来を伝え、この種の虫送りを指して、サネモリ送り、またはサネモリ祭と呼んでいる。また、砕けた表現として、サネモリさんとも呼ばれる。かつては、全国各地に数多く見られたが、農薬が普及するにつれて、害虫の脅威が低減したことに加え、過疎化、 少子高齢化、米価の下落などによる農業の衰退と、その結果としての担い手不足も大きく影響し、次第に行わない地域が多くなっていった。火事の危険などを理由に取りやめた地域もある。現在行われているものも、原形を止めるものは少ないと言われている。農業と地域社会に深く関わる伝統行事であるため、その保存には農業及び、 地域社会の活性化と維持が不可欠で大きな課題となっている。日本語、虫相分類は、行事。1、虫相虫送りの古記号二としては、虫流し、サネモリ送り、タムシ送り、イネ虫相イネ虫送り、虫追虫追い。3、虫供養、サネモリ祭がある。また、秋の虫送りは、秋の季語である。分類は行事。 関連記号として、ダハタムシソウ、イネムシ、サネモリムシがある。選手時代、編集古代、編集中世、編集近世、編集明治、大正時代、編集昭和時代、編集平成時代、編集丸括弧内の数字は、指定、または選択された年。指定の早いものを先に記載する。数字のないものは指定された年を確認できないもので、最後に記載する。 関連する神社側の名称としては、神事を分類するにあたっての、虫、葬祭があるが、神事としての固有名称は神社ごとにあり、虫、葬祭、バッタ除祭、除バッタ祭り、除バ,バッタ祈願祭、助中祭などがこれにあたる。一方で、虫送り、虫追い、胃持ち送りなどは、神社の正式な神事名とは別に担い手たる農村の人々に親しまれてきた俗称である。 また、行政府や保存会の定めた名称もあり、こういったものは管理、告知、宣伝等の必要に応じて地域名を冠したり、独自の命名がなされたりすることがある。青森県の虫送り青森県五所川ら地域では、漆川、メ詰シズメ、鶴岡、高瀬、金山、前田の目などといった集落でもかつては虫送りを、 行っていたが、衰退したり何らかの自由で、出伝したりしたという。なお、工述する、奥津軽虫と、火祭りは、農村部の各集落から、市街地に集めて、大規模化した虫送り行事に、別の祭事を加えて新たに創出した祭事であり、祭事であって、従来の虫送り行事を引き継ぎながら異なる点も、多い。青森県五所川原市庄内、後に伝わる。 青森県指定無形民族文化財。約450年の歴史があり、津軽一円で行われている、虫送りの原型とされる。新歴6月第2土曜日に取り行われる。地域を練り歩く際は、羽ねろじゃ、羽ねろ、いつも混んだらどうすべな、などと唱えながら回る。青森県五所川原市に伝わる、五所川原市指定無形民族文化財。1964年。 日立の宮の人やまとと、旧弘前藩津軽家出身の津軽花子が、結婚の報告のために、五所川原を訪れた際、各集落ごとに実施されていた虫送りを、中心市街地に集めて、盛大に取り行ったことをきっかけに、虫送りは、市の祭りとして実施されるようになった。さらに1973年、五所川原青年会議所が、 地域の虫送りに、火祭りの要素を取り入れたこと。秋田県の虫送り秋田県由利本城市、八森城市内一園、六に伝わる。秋田県指定無形民族文化財で、指定名称は、日境大物木神社の虫よけ祭り、通称は、虫よけ祭り。関連者は、日境大物、山形県の虫送り山形県鶴岡市、三世、七に伝わる。関連者は、 ケヒ神社。現在は、新暦6月12日に行われる。福島県の虫送り合図地方では、福島県大沼郡合図美里町高田、8に江戸時代より伝わる、合図美里町指定重要無形民族文化財。行事は、最も害虫が繁殖する土曜入りの前日ということで、現在は、新暦7月19日に行われる。 宮川を挟んで、東側の大股久保、西側のカブトカブト小山、仁王で、地域ごとに個性があって、上に人が乗れるほど大きなかやかや蚊製の虫かごを作り、大人や子供たちが行列を作って、宮川に架か,かる高橋まで虫かごを送り継ぎ、ここで東西の人住職の虫供養が行われた後、川に流す。福島県大沼郡三島町の西方、名入り、大石田に伝わる。 福島県指定重要無形民族文化財。当地域では、実際に、埼玉県の虫送り千葉県の虫送り神奈川県の虫送り神奈川県横浜市続き区、川和町、銃に伝わっていたが、廃絶された。新歴時代には7月25日に行われていた。王子は屋台が出るほどの賑わいを見せていた。戦後は途絶えていたが、 地域文化伝承のために復活することが数回あった。しかし、火事の危険性を問題視されるなどして行われなくなった。CF、河和町河和の虫送り神奈川県横浜市、鈴木むさん殿に江戸時代より伝わる、横浜市指定無形民族文化財。戦後は途絶えていたが、1976年に復活した。 新歴時代の現在は7月の土曜入り後の最初の土曜日に行われている。支店は内神である山田神社。獅子島、独自の林、虫送りの曲、秋館に火を灯した松明、林連によるひょっとこ踊りと獅子舞など多くの独自性が見られる。地域は宅地化されて、松明の数を200本であった2015年に対して、 翌2016年は250本に増やすなどしている。新潟県の虫送り新潟県五泉市赤見地区、11に伝わる。五泉市指定無形民族文化財、新潟県三条市旧下田地区、12に伝わる。富山県の虫送り富山県秘密湯か鍋、13に伝わる。約130年前に始まり、一時と大多が1990年に復活した。現在は、 新歴6月中旬に行われる。平白を立てて、竹と藁を取材に作られた、直径約1メートル、長さ約8メートルの円筒形の大松明に、村外れで火をつけた後、山道やあぜ道を引き回し、金や太鼓を打ち鳴らしながら、泥虫泥虫包囲、泥虫ほいの林文句と共に練り歩き、最後に、大松明を立て、一気に燃え上がる炎で稲虫を追い払う。 2004年に、富山県教育委員会主催で選定された、と、山の祭り百選の選定物件の一つ。富山県南都市と賀村桃瀬、14に伝わる。石川県の虫送り石川県白山市、横江町、15に、江戸時代より伝わる。白山市指定無形民族文化財。起源については、下州軍隊に願い出たという江戸時代の資料等が、残っている程度で、 いつ頃始められたかなどは不明。新歴時代において、以前は毎年7月21日の夜に行われてき起点であるなど、還元者として、宇佐八幡神社が大きな役割を果たす。横井の虫送りは、伝承の古さと規模の大きさも特徴と言える。なお、日本各地と同様、現、白山地域でも山陸部から平野部まで農村で、 古くから広く行われていたが、農薬が普及するにつれて、ほとんどの集落でスタ今ではごくわずかな集落でしか見ることができない。福井県の虫送り長野県の虫送り長野県、長野市篠の井ゆうたびうたび、犬石区一園、十七に、江戸時代より伝わる。長野市選択無形民族文化財。麦わらで作った、尊敬のみこしを担ぐ素朴な虫送り行事の典型。 今では、毎年の新歴7月31日の夜に行われている。虫送りの際は、サイア虫送れ、小敷虫送れと大声で唱えながら地域を回る。長野県長野市篠ノ井横田東横田区一園、18に江戸時代より伝わる。長野市選択無形民族文化財。今では、毎年の新歴8月の第1日曜日の朝から夜にかけて、 地域の子供たちが行う、地域行事として存続している。虫送りを地域に触れ歩く際は、名の虫送れと唱えて回る。長野県諏訪郡富士見町千夏、19に江戸時代より伝わる。富士見町指定 MK 民族文化財。虫送りの際は、おくれおくれいね虫送れと、大声で林歌を歌いながら、地域を回る。 長野県下稲郡は南朝和合日吉。22、江戸時代前期より伝わる。五国豊穣と虫送りの性格の強い祭り。江戸時代前期の官報2年に始められたとされる。長野県指定無形民族文化財。古くは旧暦3月14日に行われていたが、現在は新暦4月29日に行われる。岐阜県の虫送り岐阜県美濃市で存続している。虫送りは、 美濃市指定無形民族文化財になっている。行政府の定める公式名称や総称は確認できない。愛知県の虫送り行政府の定義するところでは、尾張で存続している虫送りの総称。常名市や田と稲沢市祖父江町に残っており、1984年に尾張の虫送り行事の名称で、愛知県指定無形民族文化財に指定されている。 加えて校舎は1991年に国の選択無形民族文化財に選択されている。愛知県常名め市、ヤタ23に伝わる。愛知県指定無形民族文化財で、指定名称は終わりの虫送り行事。八田における虫送り行事は、サネモリ人形と夫婦の鳥を報じる、恩火、送りと松明行列を行う、虫送りという二つの行事で構成される。 前者は、田植えごまもない6月下旬に、後者は7月初旬に行われる。還元者は、山田神社。愛知県稲沢市祖父江町、24に伝わる。愛知県指定無形民俗文化財、国の選択無形民俗文化財。愛知県犬山市上東地区、25に伝わる。当地域には、五国宝城と虫を封じる神社として、有名な虫鹿神社があり、かかる行事は、 この社と関連する。愛知県、犬山市五郎丸、26に伝わる。薬病払いと虫送りを行う。関連者は五郎丸新名社。わら細工人形にちょうちんをつけて、町内を巡行する。三重県の虫送り、滋賀県の虫送り、滋賀県大見八幡市北部の二集落、28、29に伝わる。当地域では害虫を、もちとも呼ぶ。 当地域では1965年頃に途絶えたが、1980年、地元、大島沖津島神社の深井竹を見宮寺の声掛けを、木に、地域の伝統行事を継承しようとの機運の高まりと、共に復活した。地域の水田を歩いて巡る際は、芋地をくれ、芋地をくれと唱えて回る。滋賀県加茂郡流王町の六集落で、存続。 11集落で廃絶。31。地域性から、竜王朝の虫送りと呼んで差し支えないと思えるが、固有の公式名称はない。滋賀県下ではどこも同じで、プロパンガスが普及することで、従来の自家燃料としてのナタネ柄の需要が、なくなったがゆえにナタネ栽培が急速に衰退した、昭和30年代に、虫送りに欠かせない松明の材としてのナタネ柄の、 調達が困難になったことを機に、儀式そのものが急激に衰退したという。滋賀県安市大篠原32に伝わる。バッタ女祭は、大笹原神社での正式名称、いもち送りは、住民による通称。担い手の高齢化などを理由に中断されていたが、2000年頃33夏休み中の子供会の行事として、規模のやや,や縮小した形で復活した。 京都府の虫送り京都府京都市左京区の4地域で存続する34地域を巡る際は泥虫出てけ、刺し虫出てけ、スッとスッとスッとせなどと唱えながら他のあぜ道を練り歩く奈良県の虫送り奈良県天理市山田町36に伝わる9山田町指定無形民族文化財現天理市指定無形民族文化財 山田町の3地域でそれぞれに行われる。島根県の虫送り島根県、大地郡有南町屋城や上かの小原、37に伝わる。島根県指定無形民族文化財。太平洋戦争中も中止することなく続けられた。古形を残す虫送り行事として、全国でも数少ないものの一つで、斉藤サ盛由来の虫送りである。サ盛送りに、 秋国原北地方より習い伝えられた太鼓踊りが付随するという全国でもほとんど例がない、希少性でも高く評価されている。1937年に編纂された大地軍史によれば、慶応4年5月26日に行われた虫送り、当日の献上物の記載があり、少なくともこの頃には行われていたことがわかっている。保存会は1963年に結成された。 虫送り踊りが奉納される諏訪神社は平安時代中期にあたる上和2年荒れ地を開拓するために信濃国の諏訪大社から農業神を分類した社で県魚名型神と八坂が棚売神という夫婦神を祭神とする広島県の虫送り広島県福山市神村町38に伝わるこの虫送りには羽踊りが付随する関連社は神村八幡神社 現在は、新歴6月最終土曜日に行われる。現在は、新歴6月中に行われる、広島県福山市駅課長、服部長屋39に伝わる。関連者は、八幡神社。現在は、新歴8月1日に行われる、広島県府中市栗から町40に伝わる。関連者は、南宮神社。現在は、 新歴7月第1日曜日に行われる。広島県三好市君田町西居君41に伝わる。還元者は聖神社。現在は新歴7月第1日曜日に行われる。広島県山形郡北広島町新城42に伝わる。この虫送りに付随する南城踊りは南城踊りの名称で広島県指定無形民族文化財となっている。 関連者は、立山八幡神社。現在は、新歴6月中に行われる。山口県の虫送り山口県長都市の深川湾に面した地域を書くとして、今に伝えられる。古来、地元では、サバー送りと通称されるが、山口県指定向け民族文化財としての指定名称は、北浦地方のサバー送りである。北浦地区の名を関してはいるが、 行われているのはその一角。現在は、新歴7月1日に行われる。当地域では、藁を取材として作られた肉のサネモリ人形を、長都市東、深川藤中粉汁から、下関市方北町阿波野まで送り継ぐことで稲虫の最下を追い払う。肉のサネモリ人形は共に、長さ約2メートル、高さ約1メートルの騎馬武者姿で、それぞれに、サバー様、 サネモリ様と呼ばれるが、前者は運家である、イネムシの化身であり、後者は斉藤サネモリの霊を指すという。サネモリ人形の元となる、藁人形は、東深川富士中にある、飯山八幡宮社無所、四十三で、八名のう子によって送り継ぎの始まる、およそ一週間前に作成される。その藁人形は、八幡宮グ寺に引き継がれ、送り継ぎ開始前々日までに、 和紙に書いた顔、和紙で作成された兜、羽織の代わりとされる和紙、木の刀が付けられ、騎馬武者姿に仕立てられる。兜と羽織には、もう年への印である、一が記される。この後、送り継ぎ開始当日までの2日間、八幡宮で、虫除けの神事が行われる。送り継ぎは、先の藤中から中山、良、上里の順に二十数箇所の集落で行われる。 その後は年によって違うが、人形は送り継いだ地域の住民によって抱えられ、西深川境川を経由した後、日置上長崎駅か、三長坂44まで運ばれる。その後は各自地会や子供会などの手で数週間かけて各地域を送り継ぎ、下関市方北町阿波の45まで運ばれる。阿波の以降の順路は決まっていないものの、最後は、 多くの場合は海に流され、時には燃やされる。山口県下関市一宮住吉の住吉神社で、第二次世界大戦の終戦前後まで行われていたが、その後、途絶えた。下関の住吉神社の沢送りについては、記録がほとんど残っていない。しかし2017年11月下旬、地元出身の日本画家、石川義春の手になる、沢送りの映像が、 一幅の掛け軸という形で地元にある石川の山、何の家に保管されていたことが判明した。徳島県の虫送り徳島県阿南市長生町上、荒井、46に伝わる。かつては桑の川流域で旧暦の土用の入りに、新野町川又から十五夜にかけて、川下の地域へと日送りが行われていた。2003年、農村文化の継承と地域活性化を期して、 朝鮮公民館が中心となって半世紀ぶりに復活させた。香川県の虫送り小戸島では小江土山と中山で存続している。かつては一帯を潤す伝房川伝房川47に沿って最も標高の高い上流域の中山地区から始まり、翌日に中流域の小江土山地区、そして最終日には下流域の2集落へと火をずらして、 事例方式で順に行い、最終的に海へ虫を送り出していたという。現在は、市街地下下下、下流域の平野部では行われず、中山の虫送りは、小江土山の虫送りの翌日に行われている。小江土山自治会の資料によれば、伝望川流域における虫送りは、江戸時代初頭にあたる漢文元年に始まっている。48、香川県庄津郡との象徴小江土山。 49に350年以上前から伝わる50。小江土山の虫送りの名称で、との象徴指定無形民族文化財。地元では、稲虫送りという、半栄。小津の日に行われる。関連者は、小江土山離宮やわ神社。地域を練り歩く際は、稲虫来るなぁ、などと唱えて回る。香川県小津郡小戸島町中山51に、 350年以上前から伝わる50、小動島町指定無形民族文化財、少子高齢化による後継者不足のために2005年以降行われていなかったが、小築映画8日目のセミの撮影で2010年に再現され、翌2011年にはそれを受けて再開された。元来は半正月、小図の日に現在では、 新歴7月の第1土曜日に行われる行事で、歌手と呼ばれる、竹製の松明を携え、中山の千枚殿と呼ばれる棚田のあぜ道を歩き、外中駆除と豊作を願う。愛媛県の虫送り愛媛県西予市白川町の田保、田穂、魚生宇なし地区、52に伝わる。300年以上の歴史があるという、西予市指定無形民族文化財、田保地区は、 農林水産省の日本の棚田百選にも選定されている銅の坂の棚田を用し、サネモリ送りでもここを練り歩く。当地域のサネモリ送りは、ダホで木とか実を取材に作られる、サネモリ人形を魚生へ送り継いで行き、最後に、道と交わる黒瀬川、53の川辺に着くと、河原のに人形を置いて、これが大水で流された都市は豊作になるという。 福岡県の虫送り福岡県久留米市田主丸町、田主丸、54に伝わる。大分県の虫送り大分県文豪野市小型町、原尻、55に、江戸時代より伝わる。宮崎県の虫送り宮崎県延岡市北川町、家田、56に伝わる。宮崎県宮崎市神宮、57に伝わる。関連者は、宮崎神宮。 新暦2月の記念祭に付随する虫送り行事として新暦7月に取り行われる。地名としての虫層は少なくとも現存するものとしては極めて珍しい。住居表示上の地名としては長野県須坂市比、滝原の障子、虫層58が唯一かもしれない例であり、交差点名の虫総北と虫総南。 長電バス北アイノ島線の停留署名、虫層入り口としても現存する。この地の虫層は、江戸時代において、品野国多海軍北部の須坂村や日滝村に近い、周辺一帯の農民が共用する、出作りの村の名であった。虫層峠は、西中国山地東部の広島県域に所在する峠である。現在では、国道191号上に位置する。 ありがとうございます。